解読浄土真宗の御教え如来の呼び声。阿弥陀如来はすべてのものを救いたいと願われ、南無阿弥陀仏の名号を完成された。名号は如来の知恵と慈悲をまどかに備えた救いの働きそのものである。親鸞聖人はこの如来の名号を本願召喚の勅命なりと仰せになる。南無阿弥陀仏は必ず救う、我に任せよとの阿弥陀如来の呼び声である。如来は偽りと真実の見分けもつかない凡夫を憐れみ、名号による救いを選び取られた。如来の皆はあまねく世界に響き渡り、この真実の救いに任せよと呼び続けておられる。その呼び声は私の唱える南無阿弥陀仏の念仏となって今ここに至り届いている。念仏の声を通して如来の大悲の呼び声を聞かせていただく。何万だ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 。私は毎日食事の前後に必ず食事の言葉を唱えております。皆様も唱えておられますでしょうか。今からお話ししますのはだいぶ前のことですので古い方の食事の言葉です。御仏と皆様という言葉から始まる方の言葉ですね。私の場合はその食事の言葉に続けてさらにお念仏を3回唱えさせていただいております。このようにお念仏を添えて唱えるとこれがありがたいのです。御仏と皆様のおかげによりこのご馳走を恵まれました。深くご恩を喜びありがたくいただきます。何万だぶ何万だぶ何万だぶ。ある時のことなんですが、私がいつものようにこのように唱えていましてね、ふと思ったのです。ご馳走という言葉をお名号という言葉に置き換えたらどうなるだろうか。御仏と皆様のおかげによりこのお名号を恵まれました。深くご恩を喜びありがたくいただきます。何万だぶ何万だぶ何万。これは信心そのものではないか、阿弥陀様に救われている姿そのものではないか、こう思ったのです。嬉しくなりました。阿弥陀様はいつもいつも私を呼んでくださっています。この名号を受けてくれよ、この名号を受けてくれよ。名号というのは南無阿弥陀仏のことですね。南無阿弥陀仏というのはお念仏一つで助けるぞという阿弥陀様のお心でありお働きであります。お念仏一つで助けるぞ。私がこのお名号をいただきましたら、お名号は私の心で信心となってくださり、口にお念仏となってくださります。これが私が救われている姿なんですね。御仏とは阿弥陀様のこと、皆様とはお釈迦様や七高僧をはじめ親鸞聖人、蓮如上人、その他南無阿弥陀仏の御教えを私たちに伝えてくださった方々のことですね。御仏と皆様のおかげによりこのお名号を恵まれたのです。そしてお念仏一つで助けるぞというこのお名号を深くご恩を喜びありがたくいただいたのです。このお名号をいただきましたからには私は阿弥陀様に救われ、常に阿弥陀様に守られながら生きていくのです。そして
この世の命の尽きる時には必ずお浄土に参らせていただきます。このことを思わせていただきました。このことがありまして以来ですね、私は食卓に向かいました時には今まで通り御仏と皆様のおかげによりこのご馳走を恵まれました、深くご恩を喜びありがたくいただきます、何万ダブ何万ダブ何万ダブとこのように唱えさせていただいておりますけれども、一方お寺のご本堂あるいはお仏壇の阿弥陀様の前に座らせていただいた時には、御仏と皆様のおかげによりこのお名号を恵まれました、深くご恩を喜びありがたくいただきます、何万ダブ何万ダブ何万ダブとこのように唱えさせていただいております。皆さんもぜひこのように唱えてみてください。お勧めいたします。何万ダブ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 。